チャンネルパリオリンピックメンバー自己紹介、選手たちの素顔をお届け。日程はこちら、こっち、こっち。初戦は7月26日日本時間で0時のスペイン戦、第2節は7月の29日ブラジル戦、3試合目が8月の1日ナイジェリア戦となっています。まあ、厳しいグループにはなってくると思いますが、ぜひ皆さんこの勝手に自己紹介を見て選手を好きになって皆さんで応援していきましょう。お願いします。宮澤ひなた選手の素顔はこちら。子供の頃にやっておけばよかったなと思うトレーニングは、両足のキックや体幹トレーニング。両足蹴れるイメージあるけどね、うん、私なんか体幹も強そうなイメージあるんだけど、ヒロヒロって抜けて強い、そうそうそう、強いというかな、うまくこう体を使うみたいな、体の使い方がうまいイメージがある、うん、ね。でも両足キックってやっぱ多いね、みんな、うん、なってしまう選手、うん、ね、向上心高いっすね。いやー確かに。でもさ、メッシみたいなスペシャリストもいるやん、もうオンリー左っていう。でもまあメッシも右足でもちろん決めるけど、シュートでももうあの特化した感じもいいよな、うん、本当だよね、うん、でもやっぱずば抜けてるから上に行けるっていうのもあるから、なんかそこのバランスも難しいしね。そう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 。でも両足蹴れたら得でしかない、うん、間違いない。はい、次。一番ためになったと思うトレーニングは、漠然としちゃってますけど、走りのトレーニングやドリブルのドリルみたいなのも自分のポジション的にすごく必要だったなと思います。あー、走りとかいっぱいやったんやね。うん、でもやっぱドリブル、ドリルみたいなのやったんだね。うん、まあやっぱ、うん、基本的なドリルみたいなのがやっぱ大事なんやな。どういうドリルだったのか教えてほしい。なんかこうマーカーに対してさ、いろいろある。え、それ気になるね。あとさ、走りもさ、いろいろあるやん、その長距離、短距離、まあ中距離もあるし、いろいろさ、どんなトレーニングしたんか気になるよな。確かに切り返しなのかとかね、うん、そう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 、うわめっちゃ気になる。でもターンも早いもんね、キュッキュッとしてる、アジリティの部分でターンが早いイメージ、うん、早い、うん、ね、しかもさ、ひなたちゃんのさ速さも出てきたやん、欲しいとこに、うん、他の選手のとこに出たね。スピードも持ってるからすごいね、テクニック、スピード、体力、完璧やん、それやん完璧やん。や、今回 あのオリンピックも楽しみ、ほんま。ワールドカップ良かったもんね。ワールドカップだ、得点王やから、うん、いやすごい、楽しみにしましょう、ぜひ。はい、はい、次。なでしこジャパンのメンバーでこの選手のこの能力が欲しい、誰のどこ。ゆいさんの技術、運動量、視野の広さ多いですね、長谷川ゆいちゃん、うん、多い、すごい、もうさ18人のメンバーのさ半分ぐらい言ってない、うん、半分か分かんないけど3分の1は言ってんじゃない。でもうんうん、すごいね、すごい。でも確かに本当にすごいもん、一緒にやったらもう特に思うんやろうな、だって細かいとこまで分かるやん、ね、やっぱ一緒に やると普通にさ技術って言われるのって嬉しくない。うん、欲しい技術って、すごい。でもみんなも言うけど、この視野の広さも前のあれでもあったよね、言ってた青葉ちゃん、だってあの切り替えれるって最後の選択で、あれって視野の広さがないとできへんやん、うん、判断基準がね、そう。いや、どんなとこまで見えてんだかちょっと聞きたいね、本人に聞きたい、判断基準とか、いやめっちゃ聞きたい、ぜひお願いします。お願いします。はい、次。自分が一番よく発する言葉は。全然思いつかないです、強いて言うなら確かにとかは使うかなと思います来ました、一緒です、確かにめっちゃ使います。これに気づいてる時点ですごいです。ほんまに。うちらは気づいてなかったです。うちらは気づいてなかったです。でもマジでめちゃくちゃ言ってる。確かにって、うん。多分みんなそうだよね。うん。え、全員そうやと思う。うん、確かにって言わへん人おんのかな。いやもういないと思う。やんな、うん。全員言ってるよな。全員言ってる。間違いない。ありがとう。気づかせてくれてありがとう。誰やっけ、気づかせてくれた。いや誰だっけ。いくらや、もう十何人やってるか忘れちゃったよ。ほのかちゃんとか、なんかそこら辺だった気がする。いや、ほのかちゃんあれやで、理解とか言って。あ、理解だ。理解だ。すごい。青葉ちゃんじゃない、青葉ちゃん。あ、青葉ちゃんかも。青葉ちゃんやん。青葉ちゃん、ありがとう。気づかせてくれてありがとう。ありがとう。はい、
次。自分の性格で気に入っているところは？マイペース。イメージ通り、うん。マイペースそう。これうちらさ、風花の時にさ、風花の話から日向ちゃんの話になったじゃん。そう。それでさ、風花がさ、楽観的なところみたいな言ってさ、うんうん、そうなんだ、マイペースそうなのにみたいな、うちら勝手なイメージ作ってたけど、やっぱ合ってたね。うん。ほんまや、本人からも。ねえ。うん。本人が言うマイペース。合ってました。すごい。ひなたちゃんについて、あの風花のところで熱く語ってるので風花ごめん、マジでマジでごめん、マジで熱く語ったよな、うん、そちらもご覧ください、ぜひご覧ください、風花も、はい、次。他の人が知らない自分だけの習慣や癖は？特にない気がします。はい、するだけあるんだよ絶対。ということで私考えてきました。考えたの？はい、あろうかと前の回でこう自分の習慣癖全然出てけへんかって、あんなに考えたの、うん、言ってたね。そう、それで自分の習慣癖考えてきました、はい、もう考えたらもういっぱい出てきた。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個ぐらい出てきたから言うな、とりあえず、はい、あのお願いします。じゃあ一つ目から。なんかここにさ塗った跡があんねやんか、うんうん、小学生の時に鉄棒にぶつかってで、うん、この塗ったところをこうやってこうやって触る癖がある。はい、次。はい、次はソフトクリームの食べ方。あのソフトクリームをこうやってあのこうなってるやん、それをあの全部こうやってな舐め回すっていう周りを。これ乗せていい？ここに。いいよ、うん、いいんかい。うん、舐める。この間ほらびっくりしたやろ、うん、うん、びっくりした。あのソフトクリームの食べ方ちっちゃい時これを乗せた時にね、うん、仲いい友達かね30後半であの舐め方はなかなかいないよって言ってた。あのこちらも来ました、食べ方無理って。誰から来たんだっけ？ちなみにブッチーです。はい、はい、次。ポテチをお箸で食べる、必ず。確かにそうだわ、うん、絶対お箸で食べる。はい、うん、次。あの寝落ちする寸前になんか歯がカチッてなんねんってしてしまうねん、寝落ちする寸前、うん、すごい。なんかなんねん歯ガグって落ちんねん、うん、誰も知らんやろ。知らんかった。これはやろやろ。はい、次。マンホールは絶対踏まへん。何それ。なんか落ちてそうやん。分からん、うん、マンホールは絶対踏まへん。はい、次。財布のお札の向きは必ず揃えて入れる。うん、これあるあるやと思うけど、うん、知ってた、はい、あ、はいはい、知ってた。はい、次。みっちょのぐるぐるクッキーあるやん、うん、あれをぐるぐるなってりゃ1層ずつ食べる、この外側から、うんうん、知ってた？前言ってた。あ、オッケー、はい、今のとこ半分ぐらいしてるからね。他人してるの？オッケーオッケー。あの寝るとき寒いときに手をお尻の下に挟んでこうやって寝る。これは知らんと思う。足の間じゃなかったっけ？足の間は座ってるとき。あ、座ってるときか、ね、寝てるときはお尻の下に挟んでね。それは知らんかった。はい、次。あとね、はい、階段を上るときに心の中で数を数える。おー、知らんかった。1、2、3、4って階段を心の中で数えてんね。はい、次。これ結構癖あると思う。車とかバスに乗ってるときになんか電柱と電柱がさいっぱいあるやん。電柱がこうで電柱と電柱の間にその乗ってる車が何台入るかって数えちゃう。めっちゃおもろい。わかる？電柱と電柱をさこうブワーって走ってくやん、車とかバスが。じゃあ1、2、3台ぐらいかみたいな。すごいすごいやろ。あと知らんかった、うん、知らんかったやろ。あとな、これも一番最後やねんけど、これはもうちっちゃい時からそうやねんけど、なんか数字を見たら、時計とか数字を見たらなんか割り算とか掛け算とか足し算とかしてそれがゼロになるまでひたすらしてしまうっていう。すごい。それちっちゃい時から癖。天才やん、天才。これやばない？マジさ、自分だけの習慣や癖じゃない？いやでも半分ぐらいしてたから、なんか多分6個か7個だと思う、うん、12個のうち。してたから結構。え、でも知らんやついっぱいあった。すごい、めっちゃあった。しゃー、ひなたちゃん、なんか明日の話になっちゃってごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、ありがとう。明日、うん、こんぐらいあの探したらあるよっていう。あ、そういうことね、うん、示したのね、なでしこの皆さんに。ごめんなさい。これぐらい真剣に考えろと。でも人間って意外とやっぱあるんだと思う。
そうそう。で、あるよ。あの、風花のさ、T シャツの袖を触っちゃうとかさ。でもそれ、それ。人に言われてるから、他人知らないじゃないのよ。そう。だから自分で探してみたらマジであって面白いから、あの、ぜひ探してほしい。皆さんもぜひ、どうぞ。はい、次。実は私、〇〇なんです。昔、バトンを習ってました。バトン、これやな。バトントワリングやな。ゆずほと一緒じゃん。ほんまや、ゆずほと一緒や。え、バトン。すごいね。すごい。やから動きがなんかしなやかなんかな。うん。リズム感だったりね。そう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 。確かに。やっぱちっちゃい時の習い事も結構大事やな。ね。うん、だってサッカー選手でさ、水泳やってる人とかも多いやん。うん。なんかやっぱ心肺機能がさ、こう育てられるっていうかさ、うん、そういうのもあるやろしさ、運動機能かも。意外とでも傾向的にはさ、水泳多いけどさ、音楽とかさ、そういう系も多いよね。ピアノとか。あ、ピアノとか多い。バトンとか、うん、なんかそれやっぱおもろいね、昔の習い事、うん、ちっちゃい時習いたかったやつあるよ、言っていい子。いいよ。ダンス。言うと思った。え、思った。うん、言ってたじゃん、だってこれ。うん、ダンス編集してるからいっぱい覚えてるよ、アスの。すごい、やばい。アスのこと何でも知ってるよ。やばい、アスの取説作れるやん。作れるよ。だって、え、昔何習ってたの昔。ダンスって言いたいって言ってなかった？あ、言ってた。それをさ、引き出したのに、えぇ、ー、とごめん。もう一回行く？うん、もういい。大丈夫。もういい。そう、なんか自分の話長くなっちゃってるから、ひなたちゃんに申し訳ないや。そうだね、そうだね。バトンです。はい。今度じゃあさ、ゆずほとバトンでコラボしてもらおう。してもらおう。初出演コラボかよ。まずは二十の質問にね、ちょっとあの、オファーかけてるから、出演してもらえるよ。ぜひお願いします。本当にしっかりとこう皆さんにひなたちゃんの素顔を見せたいので、うま、ぜひお願いします、うん、はい、ひなたちゃん、ご協力ありがとうございました。皆さん、パリオリンピック一緒に応援しましょう。